皆さんこんにちは、ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。すいません、すっぴんのままです。ですね、前回アメリカの保健衛生機関がどのぐらい恐ろしい非人道的なことをする組織なのかということの触りをお話しさせていただきました。それがどういうことなのかということについてもう少しお話したいと思います。先日友人からある記事が送られてきたんですけども、これは6月14日の日経新聞の記事です。感染症危機管理庁新設、対応一元化、首相表明へというものです。こちらちょっと読んでみようと思うのですが、政府はこれまでの流行り伝染病感染拡大に続く医療公衆衛生分野の危機に備えて感染症危機管理庁を内閣官房に新設する方針を固めた。首相直轄の司令塔として関連組織を一元化し、指揮命令系統を明確にして対応力を強める。15日にも岸田文雄首相が表明する見通し。関連法案の提出時期や組織の詳細設計を詰める。新設する組織は内閣官房の流行り伝染病対策省対策推進室と、現在はうんぬんと続くんですけども、首相直轄の司令塔として関連組織を一元化というのがまさしくぴったり符合するわけなんですね。これはどういうことかと言いますと、日本の指揮命令を一本化してそこに専制政治が敷かれるわけなんですね。そしてその日本政府の上にアメリカの保健衛生局、人々をたくさんひどい目に遭わせてきた保健衛生局をその上に置くんです。つまり公衆衛生という美名のもとに日本の健康管理をその機関に委ねるんですよ。その機関の下に日本が来るわけなんです。日本政府が来て、なんだか知んないけど岸田首相がトップに来て、そして私たちに命令してくるということなんですね。で、アメリカの事例から推察するに、例えばこのちくわを食べろと言われたら拒否することができなくなることだってあるんですね。アメリカでは実際に拒否できなかったんですよ。アメリカでは実際に拒否すると仕事を奪われたりしてきたわけですよね。日本でもそういうケースはありましたが、もっと凄惨な事態が進んでいました。入院しても自分の望む治療法を受けることができなくて、そのアメリカの悪名高き組織が言ったら治療法しかお医者さんはできないわけなんですね。で、それは人々を治療するための治療法ではなかったんですよ。なのでたくさんの人がそれで亡くなられたということがあります。人々を幸せにする組織ではないんです。それが基本にあるということを私たち考えなきゃいけないんですね。そしてこの感染症危機管理庁なんですが、実は今年の初め、令和4年の1月20日に日米合同委員会で検疫保健文化委員会というものが新設されていました。つまり今年の初め、今年に入ってすぐにもうそういう体制になっていて、首相の記者会見が最終的な発表だったんだろうなということを思います。そして2、3日前にゲイツさんが朝日新聞の取材に答えたという記事が結構大きく載っていました。それも友人から送っていただいたんですが、まあ内容はことふみを見てくださっている方はご存知かと思うんですが、大体ああいう内容です。つまりね、日本は情報統制をされてしまっている中で、日本人の命を危うくするような政策がこれから開始されようとしているということなんです。私知らなかったんだけど、
私の友人で子供が顔をおむつするのは健康に良くないから顔をおむつするかしないかというのはその親御さんというかその家庭のね自主性に任せるべきだし学校でもお前してないじゃないかしろよっていうような強制はやめるようにしてもらいたいという運動そういうことを広めたいという友人がいて行政に陳情したりいろんな活動をしてるんですね。それもそもそもおかしいでしょ。そんなの民間がねなんとかお願いしますよなんていうような話じゃないですよね。本来ならば政府や行政が子どもたちに悪影響あるんだからそれは個人の自由で自分たちの健康を守ってくださいねというのが筋じゃないですか。もう完全に強制になってるわけなんですね。それは強制してないよ強制してないよって言うかもしれないけど強制じゃないですか。昨日だってお巡りさんがマスクしながら炎天下の中でなんかお仕事されてたけどあれ拷問じゃないですかと私は思うわけですよ。まあ話はそれましたけど、なのでそれが今でさえこうなのに今度はその親組織みたいな悪の組織が上に来るということの恐ろしさを考えてくださいということです。自民党は私たちの命を譲り渡してしまっています。この深刻さに気づいてください。そしてこの梅田政権とトランプ政権というのは全く別物ではないですか。で私は最近その J という民族に関する研究を戦前日本の軍人さんたちがねしていてそれをものすごいまあ面白い歴史とても面白い歴史書みたいなもの感じで私はすごく楽しんで読んでるんですけどもこの歴史は私は全然知らなかったよなって思ってだけどその塩田信孝さんという軍人さんが書いた本などを読んでいると結局今起こっていることがまさしくそれなんですよ。情報を全く遮断された上で一方的にある情報を流される。それはもう喧伝ですよね。宣伝活動で人々の意識を変えてしまっているんですね。そしてその民族を支配しにかかっているわけなんですよ。で支配するってどういうことかというと、まあ日本で言うと私たちが自分たちの健康を自分たちの意思で決めることができなくなる。そして私たちの稼ぎ財産っていうのは全部その人たちに差し上げる。それが当然だろうっていうそういう思想を持った人たちなわけなんですね。そのバイデン政権を構成している人たちというのは。間違ってたら申し訳ないんですが私が理解する部分ではそうです。でそれは今始まったわけではなくて彼らの長い長い歴史の中でそういうことが行われてきていて、で第二次世界大戦なんかもその視点で行われてきた。だけど私たちは全然そういうの習ってないからまるであたかも近所の国といざこざ起こしたような錯覚を植え付けられているけど本当に戦っていたのは全然別な人たちで、その人たちが私たちをずっと70年間も支配してきて、それの完成、もう本当に首を絞めて完全に泣き物にするギリギリの線が今なんですよ。なので、彼らの戦略がどういうことかというのも知るのに、その塩田信孝さんとか、あの辺の本を読んでほしいと思うので、私もまだ朗読もしたいと思いますけれども、すでに朗読している私の動画も見ていただければと思います。本当にね、危機的な状況なんです。朝からこんなわけわかんない話して申し訳ないんですけども、とりあえずそんな感じです。またお話しさせてください。それではまたありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。またね。